んですね。なんすか、なんか人種差別的な話をするから。お前らで四季のわびさびが分かるか。分かんのかみたいな。そんな感じからスタートしましたけど。え、もう始まってる。始まってると思いますよ。はい、今日いつも。はい。はい、じゃあ今日。そう、立花君いないからね。はい、そうなんですよ。ちょっと僕頑張って声張りますわ。普段めっちゃ声小さいですけど、後半縮んできて、ね、なんか似たような周波数多い。そうですね、今日全員そんな感じやから、ちょっと声張って頑張りましょう。はい、はいはい、テンションどうせ低いんやし俺ら、うん、じゃあ頑張りましょう。はい、空飛ぶ感激部第7回ですかね。はい、第7回ですね。現代エッセイ演劇批評学、7回目今回のテーマは、ね、フライヤー街と、はい、フライヤーの燃え尽きるまで、燃え尽きるまでっていうテーマですね。はい、なるほど。フライヤーって演劇のチラシとか、うん、そうですね。そうですね。まあ、今ここにあるやつですよね。うん、まあそういうのでやろうかというところで、あ、申し遅れましたけど、学会ナンバー1番の泉です。よろしくお願いします。あ、ナンバー3の竹中です。よろしくお願いします。若いの誰？若いのはね、二郎さんがね。ファイブです。あ、ファイブ。そうなの。俺ファイブ。ジロー松田です。よろしくお願いします。そして、シックスが、アンディ。シックス。はい、シックスです。元アンディです。ガテレバターです。お願いします。そしてセブンが福谷です。お願いします。っていう関係になる。そういう感じですね。2回目の登場ですね。2回目の登場。前もこのメンツやったんですよね。全くこのメンツですね。前もそうそう。あれ、ね、あの時やったかな。あれはもう、じゃあもうまさに。あ、そっか。福ちゃんのやつでやってて、で、なんか4人でやいややってて。で、福ちゃんが乱入してくるっていう。そうです、そうです。あ、そういうパターンやったんですね。作品解釈を勝手にしようみたいな。うんうんうん。で、今回は、じゃあチラシってことですけど、はい、うん、何をしようかってことですね。そう、まあ、あれですね、パブリシティというか宣伝の話が、まあまあ、ね、あの宣伝言ってもそんなに細かくは演劇ってやっぱり映画ほど内容を伝ってこないというか、うん、できてないわけですから、うん、作品なので、チラシで判別しないといけないわけです。まあだから、だいぶチラシの比重が大きいと思うんですけど、そうですね、フライヤーの、うんうんうん、これのフライヤージャケ買いみたいな、フライヤーを見て思わず買っちゃうよみたいな、そういうようなチラシって何なのみたいなのを、おチラシ買いね、チラシ買い、フライヤー買い、その劇団も公演も見たことないけどチラシからちょっと行っちゃおうみたいな、そうそうそう、そういうチラシって何なんやろとか、逆にもう今こっからちょっと選んでもうて、そう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 、で知らんから勝手に想像してみようみたいな。ああ、どんな話か。これこんな感じちゃうみたいな。これやったらさ、この例えばこの、はい、カスえリリットカストリみたいになるやん。そうですね。それで絶対人切ってんやろうなとかわかるやんか。なんかわかるかどうかわからんけど、うん、そういうのがあるから、まあなんかそういうのでやってみようかと、うんうん、いうのが今回のスタートの趣旨ですね。そうですね、うん。スタートはそれで行ってみないか。そう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 。でも早速でもこれやけど、これはでもお二人なんですね今回。そうです、僕とがっかりで組んでやる演劇のチラシです。カストリね。ちょっと言わんといてな、内容とか。あ、はい、うん、あ、これやる、ね、やるやる、これは、ね、早っじゃあこれましょう、勝手に内容いきます。うんうんうん、難しいね。難しいですね。でもね、うん、多分ね、カストリってでっかく出てるから、うん、これ多分カストリ州のことですよね、もともとね。うんうんうん、もともとね。ってことは、ね、これはね、多分ね、戦後すぐの話ですよ。うん、おー、なるほどね。うんうん、まあね、わざわざ逆に、逆読み、柄のようなことになってたりね。うんうん、マジでそうやったらどうします？だね、多分そうなんちゃうか感じもするんですけど、そうそうそう、で、うん、で、なんかこう主人公の名前がバンって出るってことは、うん、これはおそらくあのあれですね、金田一耕助みたいな推理もんや。あ確かに、でもこの時代のやつって推理もん多いイメージありますよね。ね、なんか福音から帰ってきた探偵が戦友のとこ行ったらみたいな、うんうんうん、第3号なんですね。なんかこれでいろいろおかしいよね。おかしいって言ったかも。だってさ、これ裏も書いてあるけど、第3号って解散公演やねんか。うん、
な、3って何だろう。1と2も見たことないでしょ。うん、ない。なんなん、え、なんやねんでっていう引きはありますよね、まずね、うん、第3号なんやねんってなる。これがトリックになってるわけですよ、きっと。あ、これが後半で、ね、そう、この物語が探偵物だった場合の、あー、なるほどね、途中でチラシ出すシーンがあって、うん、ラストの方で実は、いや実は1号と2号はなんか、そうそうそう、こんな話があったんだろうっていう、割と金田一耕助だけど本当にそうやって作ってるじゃないですか。へえ、これ全部当たってたら嫌やね。嫌やね今から何なのみたいなそうか、そういうのはありますね。昔こんな事件を解決したんだよみたいな話が、うん、後でほんまに本になって出てくるみたいな。あ、何やったっけ、なんかあの親指探しと山田裕介さんがなんかそんな映画やってましたね。あ、そうなんや、うん、なんかそういうやつやってた、この間。これでもこことあと裏面見ますよね、まず、うんうん、え、裏面見るんかな。見るか。見ますね。まあ基本は表面で木引いて裏面も見てもらおうっていうのが普通のデザインとしての感覚ですよね、うんうんうん、作る。あはは、表面でバーンって打ち出して、うん、何やろって思ったら裏もっていう。さすがデザイナー表面バーンと見せて裏面を見てもらうっていう作りが基本の流れ、ね、基本ですよね。はははで裏面もなんかすごいんですよね、これ。裏面が結構ね、セリフが下にわーって書いて、セリフ何やろな、これこれ、あ、これどこまで言っていいのかあれですけど。え、待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、これさ、うん、え、なん、あ、どうなんやろ、宣伝美術のとこね、これ多分作った人が松浦沙織さんっていう女の人が作ってるんですね、うんうん、が表って書いてあって、あ、すごい、裏面が坂本アンディって書いてある。ほんまや、おー、そうなんや、これ作ったん。あ、そうです、作りました。え、そんなんできんの、はい、いや、なんか割とそんな作ってするの好きで、割と趣味でやってってぐらいなんで、うん、え、イラレン持ってんの。一応持ってます。すごい金持ちやなえ、高いよイラレン個人で持ってるって結構。なんか今月々の、あー、CC クラウドのやつですね。割と手頃に手に入って。へえ、なるほどね。なんかこれこだわり、あ、そんな聞いたらあかんのか。こだわりのとこはありますかって聞こうと思ったんやけど、それやとただの講演紹介になるよね。そうですね。そんなんやったからな、想像していかなかった。そうですね。だから僕らね、喋、うん、れないっていう。そうやな。そうやな。お前、割とね、始まって2分ぐらいで、すごいゲストをないがしろにしてるなっていう感覚めっちゃ強かったんやけど。これ取り上げて、そんな、いや、それもいいじゃん、ほら。それもあるじゃん。いや、多分順番逆やったんじゃないですか。何々。さっきによそもやっといて、あ、なるほどね。その流れでこれなんちゃいます。よし、わ。なるほど。ちょっとじゃあ、なしにしましょう。速攻で聞いてみましょう。速攻で聞いてみましょう。これちょっと黄色いから、これ持ってたことにして、はい、こっからスタートしていったらいいんじゃない。そうですね。これ終わってるけど、もう出てくる。どこさん。ギャラリーっていう劇団さんですか。いや、これは作品タイトルですね。はいはい、ドラカンさんですね。あ、ドラカンさん。はい。これはちょっとクラシカルなね、イメージというか、うん、ポップアートのイメージ。そうですね、ちょっとなんか逆にストーリーちょっと浮かびにくいっちゃ浮かびにくいですね。どうですか、お二人的には。こっから想像できるストーリーなんだ、これこんな芝居ちゃうみたいな。おしゃれな芝居ですね間違いないです。間違いない、それは間違いないでしょ、ね、うん、まずは間違いない。うんこは出てこないこれ実にこれ見てたら嫌やんな、確かにな。うんこね、うん、ギャラリーいや、見てない思うよ。嫌ですね。すごい、それはそれで面白いけどね、うん、ギャップのみたいなのあるから。逆にうんこ出そうなのどれああ、そっから行く。まあ、ごめんなさい、いらっしゃい。全然、そういう番組やから。うんこ出そうな、うんこ出そうなチラシ、うんこ出そうなみたいでもこれちょっと出そうじゃない。ああ、はいはい、はい、やっぱ津山くん仕事ですよね。出しそう、うん、いや、わかんない、これ劇団を知ってるからかもしれないけど。あ、そうかそうか。でも確かに出てもおかしくないような混沌さとかを表現すごいできてますよね、うん、ははなんか不思議な感じもね、うん、これは出そうですよ。おー、あ、
あ、いいね、劇団名とかももうなんかうんこ出すっていう、うんこ出す覚悟でつけてる。そうですね、覚悟的にね、うん、これいけそうです。これ、うんこ大あの候補ですよ。だってもうタイトルが穴があったら入りたい。めっちゃうまいですね。出てしまったけどもっていうことですね。あ、なるほど。これ有名なんですけど出ましたっけ。出ないでしたっけ。これどうやろうな。出てないですね、一応、はい、じゃあこれダメです。え、これってホンマにロミオとジュリエットの、いわゆるあのロミオとジュリエットですか。はい、作ウィリアム・シェイクスピア。あ、はい、じゃあ出てないです ね, 出ないですね。残念です。ウィリアム・シェイクスピアって意外とグロいですよね。まあ内容自体は結構グロいですけど、うん、でもそうですね、シェイクスピアあんま好きじゃないんじゃないですかね。シェイクスピア下ネタあんま書かない。そうか。でトイレ行ってるところなんてないでしょ、多分。ああ、そう、トイレ自体がないの、あの試合って。 あるでしょ。あるか。いやいや、あるでしょ。どんだけ前のないんじゃないんだ。専用のやつとはない。なんかだってみたいな感じの時代じゃないですか。昔のパリってなんか香水が流行ったの、そんなんみたいな。ああ、物事を着てみたいな。そう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 。なんかそうかもしれない。でも多分まあそこはあったとしても削ってそうですよね。あー、ちょっとこうアイドル的な空気でしょうか。すごいチラシやん。いやでも確かにこれはなんかね、どこの客層なのかな、これ。これすごいですね、これすごい好きですね。かわいい。ちょっとうんこ出そうな。すごいな、このチラシ。これでも逆に出なさそう、ナンバーワンかもしれない。そうね。あ、え、もううんこの話ですやん。いや、みんな入りやすいから。あ、そうか。まあ、アンディ君が悪いんやけど。すいません。いや、いいです、いいです、いいですよ、今日は。いや、でもまあまあ、でもそういうことですよね、チラシって、うんうんうん、うんこは別として。まあ、まあ、だからこれとかやったら出そうみたいな、うん、なんか直接的なストレートなイメージというか、うんうんうん、グロそう、キモそうってことですよね。そうね、多分それって作品に合ってるのかな、やっぱり。まあ当たり前か、合ってるのか。だってこの人すごい孤独な感じもありつつ、誰か入ってきて、誰か入ってきてるっていう、ちょっとなんかね、こういうのを作る時のパターン2つあって、やっぱり、うん、やっぱりもともと作演でちゃんと意思があって、こういう混沌な、まあ、時間とかを意識されたり、そういうまあちょっとか、まあ、まあ多分こういう芝居、まあ、舞台みたいなことをイメージさせたり、孤独とかイメージさせるみたいな、ちゃんとしたコンセプトがある場合と、ふわっとしたオーダーが来て、デザイナーが大体こんなんでやっといたらええやろで作るとか。こういうのはどっちやろ、どっちでしょう。どっちですかね。だからまだ何もできてなくて、本も何も。ああ、でも確かにチラシを作る時間というか、うん、そのタイミングとしては公演がまああって、その何ヶ月前に作るから、うんうんうん、台本がある時とない時があって、うんうんうん、ない時はほんまに分からないもんね。そうですね。でもチラシを作らなあかんから、うんうん、そこでの、まあ、言ったらデザイナーと演出との対話って結構ふわっとしてる時と結構ガチで決まってる時っていうのはあるかもしれない。ありますあります。それはありますね。お二人はどっちなんですか、その結構ガッツリしてんの、それともふわっとしてんの。僕いつも二郎さんにお願いしてますから、うんうん、匿名劇団さんはまあ大体福田君とやり取りするんですけど、もう大体もうかなりのとこまでも決まってて渡されます。相当指示が来て、もうこういう風にしてくださいって、結構デザインも制限されるぐらいの、なんだろう、うんうん、オーダーをくれるので、やりやすいっちゃやりやすい、だから仕事早いです。はあ、はあはあ、うん。え、それはそのストーリーの内容とかキャラクターが何人出てとか、そのあたりで。いや、そういうのはまあ聞かされる場合もありますけど、そういうのは置いといて、こういう感じで、もうこれの素材を使ってこういう感じで作ってくれみたいな、結構具体的なオーダーが結構飛んできます。へえ、じゃあそれをまとめてみたいな。そうですね、うん。だって一回あの、うん、この去年の3月にやったポリアモリー生コメディって作品は、うんうん、二郎さんに1000枚ぐらい写真をボンって渡して、そうそう、これをとにかくいっぱい詰め込んでくれ。もう大阪 の, そのデート風景みたいなのを一日中撮り続けたものをバサッと。あ、これ、あ、いきなりやりましたね。これですね、見えるかな。これですね、もうこれが最初から福谷君がもうこういう写真をいっぱい送るんで、もういっぱいガーッと入れるようなものにしてくださいっていう。なんで、え、なんで分かる。なんで分かる。普通にさ、分からない。さんさん、じゃんじゃんじゃん。なんでや。もう俺、2回目のカットやん、これ、ほんまに。どう
うしてこういう風なのを思い浮かんだとか、なんかその経緯とかがあれば、いやそれはでもゼロですね。こっからスタートですもん。僕の中でいろいろ決まってて渡すっていうんじゃなくて、次郎さんに作ってもらわないといけないからっていうことで考えてこうしようなんで、だからもう裏面の時点で相当のもうなんて言うんでしょう、あらすじもほぼかなり具体的な、もうものすごい毎回匿名さんそうなんですけど、ものすごい文章量が来るんですよ。もうだから結構立ち上げの時点でだいぶほとんど決まってるんですよね、やるべきことが。なるほどね。だからすごくありがたい、デザイナーとってはすごいありがたいカンパニーさんですよね。ああそういうことか。え、それ例えばアンディ君はどうな、そこまで決めてんの。でもビジュアルイメージだけですかね。結構なんて言うんでしょう、分かりづらいよね毎回、そのどういうお芝居かっていうのは。ああそうですね。あ結構裏切る感じ多いよね。だって、まあ、悪魔の隣やったかな、はい、真っ白なやつにちょっとだけ赤い血がピョッとついてるぐらいの、はいはいはい、なんか間違えて印刷したみたいになってたんやからそれでも、まあ、あれはデザインとしてかっこいいしいいなと思ったんだけど、あれはそういうコンセプトが最初にあったの、真っ白の中でちょっと血が染まっていく感じがいいとか。もう本当に根底としてのその次の作品はこうしようみたいな、その最初の初期衝動みたいな、本当にものを作る時の初期衝動みたいな時点しかないんで、割とそれが色濃く出るのがフライヤーかなと思いますね、うちの場合は。最初に思ったパッと浮かんだイメージだったりとか、そういうものがこれでいってくださいとか、あとやっぱりこうかっこいいのを作りたいなっていうのはあります。あれもご自分のデザインは、万博設計の橋本さんにお願いしました。じゃあイメージだけ伝えて。そうですね、もう何も絵もなくてただ文字だけで、本当に表面にはタイトルぐらいしか書いてないぐらいのものが欲しいですみたいなことは。だからそれまでは結構もうむちゃくちゃエログロなイラストを使うみたいな、うん、シリーズが続いてたよね。あったあった。そうですね、うん、でそんで一気にああいうスタイルになったから今回は違いますよっていうことを示唆できますよね、お客さんにね、うんうんうん、そういう使い方できますよね。だからああうまいなと思いましたけど、なるほどね、裏切るっていうパターン、今回はちゃうよっていうものをなんかこうお客さんに分からせて、だから来てねみたいな、うんうんうん、ああなるほどね。あじゃあいろいろあるんですね、そう考えると。だから今回例えばそろそろ出していい、これこれもだからどっちやねんちゅう話ですね、そうなると。でこれだとそういう意味で言うとちょっとがっかりやばだの、今までのそのエログロのイメージが結構きついそうねデザインです。そうですね。でもなんかこの感じは結構匿名っぽいイメージもあるけどね。裏面が匿名っぽいんですよ。ああそう、ああこれ全部多分ね、あのもう言っちゃいますけど、多分これタイトルなんですね、これ後ろに灰色入ってるの、うん、ああなるほどね、短編の、はいはいはい、うん、でバー全部それ全部入れてまうっていう感じはすごく匿名が今でよくというか、あの前の、フラッシュフィクションの時もやったもんね。そうです。ああなるほどなるほど、うん、あるかなないかな。そうか、全部持ってきてんねや。いや全部じゃないです、あのこの間のチラシ店の時にやったあの飾ったやつだけ持ってきてんね。あーあーこの間チラシ店や、そうです、はい、あれどうやったんですか、やってみて。え、その話え、楽しかったよ。楽しかった、うん、楽しかった。いっぱい来ていただけました思った以上に。あるけど一応こういうのやってましたってね、うん、勝山くん、あの水星マジックの勝山くんとアルカアルカさんでね、もう終わりと思いましたけど、チラシ店みたいなやらせていただきまして、はい終わり、はい何すか、いやいいですいいです、うん、それでなんか仕事増えたりするんですか。増えない、俺増えろ思ったら増えない全然増えない俺今やってんのなんかフラメンコのチラシとか、いやそれそれでいいんやからフラメンコの公演のチラシ。そうそうそう、ありがたいんですけどね。へえ、ちょっと今小演劇からちょっと離れてますね仕事。なるほどね。何本ぐらいなんですか言っていいんですか。はい、分からんけど、分からんけど、どう、なんとなく例えてもらってもいいし。いやだって僕らも正直分からんくない、うん、ある程度は分かるよ、うん、そりゃ、うん、何年かやってるし、ね、うん、そんなにやっぱり小演劇ってそこにはそんなやっぱ値段は避けないですよ、ね、しゃけど。でも冒頭でやっぱり一番演劇入ってもらうスタート、これがなんやかんや言ってもやっぱりアナログやけどスタンダードになってる現状がある中で、うんうんうん、
をまあ一番最初に見せるもんじゃないですか。そうですね。ほなやっぱそこはお客さんにいっぱい見ていただきたいっていうのやったら力かけていかなあかんなみたいなとこは。まあそうですね。そうです。だいぶ伸ばしましたね。まあ、難しいのが、うん、例えばですけど、うん、これやってイラスト使ってるじゃないですか。イラスト描く人別やったりするんですよ。な別の料金かかってきて、まあ、そこ一緒にしたりする人もいますけど、はあはあ、デザイナーが書く場合は、あ、そうなると別の料金になったり、でそれまとめるだけやったらもうちょっとな安くしましょうかになってきたり、あ、なるほど、はい、まあまあわかる感じです。かたくなに言わないです。いや、いいですよ。まあ大体3くらいだ。小演劇の場合はそれ以上出すと多分小演劇場自体、あ、劇団さん自体が出せないですよ。まあ、実際よく聞くのはそのあたりですね、うんうん、それ以上言っちゃうと結構きついですよね。これいいんかな、これ流して俺にいいかな。言っちゃったもん。フラメンコ界の方が高いんですか、それ。フラメンコ界、いや、フラメンコ界は、まあ、初めてやるんで、とりあえずそれを提示して、でそこからあとはあのいろいろまた他の仕事もらえることを見越してとりあえずそれでやらせて、はあはあ、あ、先行投資的な感じ、うん、そう、今となったらもうちょっともらっといてもよかったかなと思ってますけど。へ、面白いな。だってそのもんちゃうかな、それ以上だからこれだけでは絶対食えないですからね。確かに宣伝美術専門でやってる人っていうのが少ないですよね。チャーハン、チャーハン、でもあのチャーハンさんもでも他のデザイン仕事いっぱいしてて、ね、うん、で多分主演劇もやるみたいなことやと思います。だから絶対これだけでは、だってこれだけで言うと単純に言ったら3だとしたら最悪6本せなあかんとかなったらまあ無理じゃないですか、そんなに劇団もないし。ああ、そうかそうか、うん、なるほどね。フラメンコも挟みつつってしやんと難しくてね、うんうん、そうです。フラメンコね。そうか。で結構最近はね、それこそアンディ君がいられ持ってるみたいな、結構自分でやられる方も多いんで、どんどん単価下がってるんですよね。まあ、んなことはいいですよ。今な、どの話ですか、これ。いや、そういう、そういうのをこういう風に大にして言っていった方がいいんじゃないですか。はい、はい。いやいや、全然、だってそれは言っていくべきじゃないかなと思ったんですよ。まあ、そう。実際そうで、その、例えばじゃあ、個人で作りますよと、うん、クオリティが違うわけですよね。そうですよ、もう。言うとあれやけど。そうですね。その違いがあるからこそですよね。うん、そうですね。うん、すごい遅いんですか。いやいや、そうですよ。はあはあ、いや、めっちゃ恥ずかしかってきた、いろいろ。いや、いいです。僕、恥ずかしい二郎さんみんな好きですから、ね。そんで、作ったりしてるときは結構、じゃあ、知り合いとかにやってんの、チラシを。チラシを頼んでたりするやんか。この女の子は知り合いなの、はい、そうですね。大学の大阪芸大の子なんですけど、うん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 、今も。そうです、そうです。そうか、表面の人が。そうです、そうです。これを描いてくれた人が。そうです、そうです、うん、それを基本的に、まあでもその子は絵しか描けないんで、うんうんうん、だからもう仕方なく僕も始めたぐらいの感じではありますけど、まあでも楽しいのは楽しいですけど、作ったりするのは。うんうんうん、なんか前で違うイラストレーターさんな、これ前までの人と前さ、そのさっき言ってたすごいちょっと太った男の人が、うんうん、めっちゃ裸の女の子いっぱい出てるみたいな。 あれだけは違います。 あれだけは劇団車両の細い美穂っていう別の方なの、のが書いてます。はい、あれなんか挟み込み見てる時前のお客さんがうわエロいなっていうみんな言っててなんか楽しかったよ。あれは、うん、その本当に何も書かれたが本当に何も、うん、何でもなくて本当に誰にも認知されてなかったんで、うんうん、とりあえずもう良くも悪くも名前だけ売ってやろうぐらいのことで作ったフライヤーではあったんで。評価どうでした、好評でした、そのフライヤー自体とか、まあ、公演も含めて。公演自体はすごく好評だったんですけど、まあそれこそフライヤーの内容とかけ離れで出たっていうのは、良くも悪くもかけ離れてたというのは聞きましたね。うんうんうん、だから本当にすげえすげえエロい芝居を期待して見に来た人が、ああ、エロくなかった。エロい芝居です。でもそうね、すげえエロい芝居って見たことある？ないっすね。それ求めてくる人いるんだね。でも僕でもいると思う。なんか見るとき、なんか昔だって。ごめんね、少女単体ってあった
ていうなんかパフォーマンスの人、女の人で、その人自体がもうヌードになってる写真みたいなやつで、それ目当ててわーって来てたけど、この人のパフォーマンスがむちゃくちゃなパフォーマンスやったから、なんかお客さん集めてなんか1時間ぐらいずっとなんかラジオ流してたりとかで、途中で帰んねんその人で、お客さんに終わったって言わへんから、ついていくかどうか次第で、でもうそのまま新幹線乗って帰るらしくて、そうそうそう、でそこまでついていた人は何かあったのかもしれんなとか、なんかその劇団、それは作りかもしれんけど、そのチラシはどんなんやったか覚えてない、ちょっとチラシの話からずれようかもしれんけど、その人の、ね、黒いバッグに裸の女の人がそのまま写ってましたよ。上からスポット当たったような写真で、一緒に芝居作ってたやつの実家に行って、その家のドアの前に冷蔵庫を置くっていうのをお客さんと一緒にやるっていう芝居っていうかパフォーマンスみたいな、アートっぽい、そうそうそう、をやってはった人がいる。だからそれの裸のチラシはもうそういうので結構来てたりしてたみたいだから、まあ、そういうのもあるんかなっていう気はするけどね。まあ、単純にね、やっぱり裸の女の子がパッとあったらね、目いきますもんね。ああでもそうね、うん、それで、あでもそうか、それ一つ手かもしれないですね。でですね、基本ね、うん、あの何個かその例えば人の顔とかやっぱり目に入るとかあるんですよ、うん、デザインで目いくとこって、うんうんうん、そういう意味でやっぱおっぱいとかね、うんうん、絶対目いきますからね、うんうん、ああなるほど、今男子しかいないからね特にあそうか、女性もそうなのかな、女の子はいかないのか。でもこれ書いてくれてるのは女の子ですし、うん、最初はあのタイトルここずれてて、割と女性器も鮮明に描かれてて、指が突っ込んで、そういう絵なの、汁が垂れてるみたいな。そうか、なんで変な位置に、俺むっちゃ気持ち悪くてこの位置、なんでこんなとこ文字置いてんのやろうと思った、うんうん、なんか、そうか、それを調整したら、これの劇場がアベノハルカスの中なんですよ、うん、だからこれを、うん、一旦これをその女性器むき出しのやつを、うん、ハルカス側に送ったら、うん、当然ながら無理だって言われて、なるほど、じゃあ女性器隠したらいけるかなと思って、で女性器隠したんですよ、うん、無理だったんですよ、あそれは、じゃあこれダメ、これはダメ、あの裏向けて置いてあるっていうアベノハルカス、あそうなんそうなんですよ、そうやね、あそこだって売り場の前子供を作るとかこれ何って言われてお母さん答えにくいもんね。そうなの、答えるんじゃないですよ、これ何、これ何って言ってたんだよ、これ何って全く分からないそうね、そっか、これは逆に言ったらどういうオファーを出してこのイラストが上がってくる、もともとそのでもカストリッチっていうそのことをコンセプトにフライヤーを作ってほしいっていうふうにお願いしまして、でまあそのぶっちゃけますけど、この第3号っていうのもカストリッチっていうのはその全く人気が出ない低俗な雑誌だったので、うん、3号で打ち切られたっていうところから、あ第3号っていうところ、そういうことなんやにしてるんですよ、その3号なんです。でそれを現代風にちょっとアレンジしてもらってというか、その今カストリ氏があったらじゃあこんな感じやろかなみたいな、うん、あところからのコンセプト、なるほど、パルプフィクションみたいな、はい、なるほどね、色合いもね、なんか、うん、あれはキルビルか、まあ、キルビルタランティーノ的ってことそうですね、そういうイメージですね、うん、なるほどなるほど、分かってきた、分かってきたけど、うん、そうチラシ買いって言ってるの全然なんか買うやつしてないから、ちょっとやってみようかな、じゃあ一番いいんじゃねっていうの、うん、なんかあります、この中から見たい、まあ趣味も出るやろうけど、そうですね、どれ見てみたいかな、これはうまいよな、それだからデザイナー賞ですよ、そうですね、これもうまいな、ここら上げるやつ、これ多分、あそれ面白いですね、そうですね、あでもこれかな、これね、レッドちゃんなんかある？逆でもいいじゃん。これ絶対いかへん。あ、それやりたい。それやりたい。それやりたい。それやろうか。やろうか。やろうか。これはいかねえ。ちょっとやってみようか。それはでも本当にこの感じはちょっといかないですね。いや、まあ趣味の問題としてあくまで趣味やし。プチ不出来の話じゃないですからね。いやでも意外と、うん、意外と意外とどうやろうな、これいかへんな、あーいかないですね
なんかもういらんこといっぱいですよ、ね、すごい。いらんことだよ。今いることやからいいんですよ。これ折れちゃった。それはそれはやっぱこれが一僕の一番好きですね。これ絶対チラシとしては好きやけど、はい、これすごいですね。行くかな俺これ。いやもうどうやろうな。画素荒くないですか。いや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 。なんかこうふわっとなんていうの、水彩画のようなイメージを出してるかもしれない、ね、ちょっとぼかしをねかけてね、フォトショップで。でもなんかこう繊細なイメージをするのもあるけどね、だからそれにしてフォントかなみたいな気になります。もうそんな言うていいんすか。いやでもこれ裏見るとめっちゃ可愛い人ばっかりやから。あー重や。しかも、まあ、言うてもこのリーダーさん知ってるし。そうなんですね。そうかって感じやねんけど、うんうんうん、っていうのはある。エビシホールでしょ、ね、え、重や。こんなんいかないね。でもこういうのはね。あ、これはカニチラ。これはもうまずカニやから。ワークショップなんかな。あ、でもカニ村松さん来んね。うん、ええー。いや、情報不足やから。ちょっとプちゃんどれやったっけ、いかへんやつ。いかへんやつ。僕もそう見るわ。これこれですよね。僕。ああ。うん。いやまあでもそうでしょ。何がないのかな。だってちょっとエロい感じもするでこれ。あー、ゆるくパンツ見えそうですよね。うん。そんなんって言ったっけ。妙な騎士感ありすぎたらちょっとパロディっぽいイメージになっちゃう。今までにあったような感じのものやとちょっと見たんとこかなみたいな感じが、まあ、イメージとして多分ファンタジックなことをやんねやろみなみたいなのが漂ってくるじゃないですか。確かに、魔法とかね。そうですね。コメディでもありそう。で、まあ、で、まあ、初代や過去からして歴史もんなんかなとか、でまあもしかしたら2時間超えて3時間ぐらいやるのかなとか。これね、うんうん、これね。なるほどね。あ、すごいビンビンそんな感じですね。これは。いやでもそうかもね、確かに。でそこに対してのなんだろう、リテラシーというか、うん、その体制がないと歴史もって結構、うん、いやでも分かる分かる、敷居高かったりするじゃないですか、うんうんうん、その前知識で嫉妬感とね、うん、なかなかタイトル分からへん。あーほんまですね。サミダレの、え、サミダレの夜に吠える日。犬。サミダレの夜に吠える犬です、ね。そうそう。悪名を背負い、己を殺す。そうですね。確かにね。業を背負ってる人の話でしょうね。だってアスカ、イタ、え、もう草の宮。板吹きの宮、板吹き。だから本当でもこれはこういうのが好きな人向けのチラシですよね、完全にね。こうですね、そうです。大河の改新。大河の改新の話ですね。わ、これ見るとなんかちょっと興味持って。大河の改新の芝居見たことないですよ。645とかそうですね。645か。はいはい、あれ、だからそうか、645あったな。まあ、これも、これは、これはチラ、え、イベントか。あ、これは、そう。あ、でもこれはなんか今度中華ヤマト絵巻って書いてますね。オリジナルミュージカル。ああ、ミュージカル。ちょっとまあイベント色も、そうですね。だから多分こういうのはあの印刷屋が適当に作ってたりしますね。そうなんや。なんかデザイン性はちょっと低い、ね、なるほどね。ああなるほどね。ちょっとこれ言ってて、ちょっともうちょっと微妙なとこ行きましょう。なんかいいねんけどちょっとここあかんなみたいな。あ、いいねんけどか、うん、それはまあちょっとダメなチラシでしょ。チラシとして、うん、僕ここがね、多分ねこれチラシとかではいいと思うんですけど、うんうんうん、多分もうた俺ターゲットじゃないなっての考えがあって、あ、そうかもしれないですね。多分いかない。好きな人は絶対好きやもん。そう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 。だからそういう意味ではチラシとしては多分成功してるんですよね。はっきりとコンセプトが打ち出されてるんで。なるほど、うん、そうですね。客層までちょっと想像できちゃいますもん。客席が多分、多分もうこことかもうがっつりお客さん持ってるとこじゃないですか。持ってます。いやそれはそうです。やらめる。あ、キャラメルなんか。ああ、そうですね。ただやっぱ色出てますよね、完全、うん、なんか爽やかやし、うんうんうん、なんか男前な、なんかこうパーンって見え切りそうな感じもするし、うんうん、これすごい表されてんなと思うな、うん、でこれじゃあどうぞ。微妙、うん、人によっては、人によっては。え、だから僕らは何を見に行くんですか、これ実際。実際、この中で、この中で見に行かないでしょ、この辺りは。そう、そういう意味で言うと、だから ここら辺とかここら辺とかがうまいのは、これ好きなんですね、うん、あ、これもいいですね、うん、だから、結果的にそのこっから何が行ったら行われるのかがこれだけでは分かんないじゃないですか、うん、でもデザイン性が高いので、うん、なんかちょっと
いい感じのおしゃれなやつ見せてくれちゃう。そうです。だからクオリティは高い芝居が待ってるんだろうな。でもどんな芝居かわかんない。なんなら行ってみようかってなんのここら辺やと俺は思う。作り込みの度合いだけ伝わってくるみたいな感じですね。なるほど。だからそんなにその人あのお客さんを選んでないというか。ふわーっと演劇ファン一般まんべんなく取り込めるチラシちゃうかなっていうのは。なるほどね。ああそうかそうか。どんなんなんやこれ。これはね、わかりますよ。なんとなくも。うん。どんなんなんですか。いやもうだって衝突と分裂あるいは融合でしょ。うんうん、原発じゃないですかもう完全に。ああそういうことか。いやと思いますよ。ああ全然わからなかった。うん。なるほど。書いてんのかな。書いてますねそれ。僕はあの書いてるのになって思ってました。じゃあさ。そういうとこあるよ。ちょいちょい飲みに行った時もさ、後から言うのよ。言わんとこうとは思ったんですけど、もっと後にして書いてんのかなと幼少とかで言ったりでもだからそういうのをやろうなって、だからで、うんうんうん、まあでもそんなやっぱ時間とさ知ってるじゃん、まあ、あれなんだけど、でもこのイメージからだけやとやっぱりクラシックなイメージのお芝居になっちゃうから、うん、ストレートプレイになっちゃうかなっていう感じはするし、割と見て結構ちゃんと物語来るんだろうなか、もしくはアート系の匂いもするから、なんか見に行ったらすごい踊ってるみたいなかもしれへんし、でもまあそんな好きやからありかなって、うん、むしろだからこっちじゃない、うん、これ内容全くわからないですね。そうですね、これだけ見たらもうタイトルもむちゃくちゃやし、うん、ちゃんとしてるの、うん、でもなんか家の話なんかなとか、うんうん、家になんか恐竜入ってくるのかなとか、うん、みんなここに目がいってくる。アイキャッチ強い。居心地はどうですか。うんうんうん、キャッチコピーいいですね、うん。でもちゃんとしてる沼でしょ。うん、だから家庭がどんどん泥沼になっていく。そういうこと。そんなポップじゃん。なんかもともとその家庭を沼として捉えててみたいなことじゃないですか。沼。ゆるい地獄みたいな。ああなんかいいねアンディ君さすがやな、うんうん、ありがとうございますそんな褒めてないからなるほど、ああなるほどね、ああでもそう、あ面白いかもね、でもちゃんとしてる沼っていうことは緩い地獄なんだけど、でもちゃんとしてるってこと、ちゃんとしてる、みんなちゃんと生きてる、もうテーマなそれです、最後みんなちゃんと生きてるって言って終わります、なるほどね、はい、異論はないですかこれ、異論ない、異論なんかそうちゃうかっていう気にしたっていうでもここは主人公っぽいですよね、そうなるとやっぱり、いやこれ意外とこの人客演でマリアさんとか出てるから、いやそれはずるい、それはずるい、あそうか、それ裏情報、あ裏情報わかんないね、そうかチラシで言わなかったね、この家の中にも、うん、この2人はいるんですよね、多分これチラシ的には乱入者じゃないの、うんうんうん、違うの、いや客観じゃないです、ここそう、うん、だから俯瞰で何かを見てる白黒の2人、自分たちを見てる白黒の2人みたいなことですね、そうか自分らを見てるのか、あそのちゃんと作ってある、うん、あなるほどね、多分そういうことだと思うんです、なるほど、そうか、そういう乱入者のイメージとかでこういうのも作ってあるってことかな、かな、そうかな、じゃあわけネッシー何やブラキオサウルス、そうそう、混沌さをアピールしてますね、うん、でここのヒロさんの手がこっちからも入ってるってことは、うん、なんかこうループ感もあるってことなのかな、うん、ループ感もあるというのと、うん、あとはこういう本番になったら多分ですよ、うん、バーッと張るんですよ、うん、小屋に、はいはい、ああなるほどね、2枚やったら分かるやつ、なるほど、昔の鬼面組の表紙スタイル、ああドラゴンボール、ドラゴンボール竜を追っていくやつああなるほどね、あ面白いですねそれ、笠間君そういうのねうまいですよね、あなるほどね、そういう感じか、難しいな、え見に行くかなちょっと待って、やっぱり見に行くかどうか難しいなと思って、難しいですよ、うん、こう言ったけど
逆に見に行かないのなんでやろうの方がそうで、ね、なって気がしてて、うん、うもう単純にもうデザインとしてのクオリティの話になってくるんですよね。そうなったら、うん、あ、だから5個とか別にクオリティが低いわけじゃないですけど、うん、高いですよね。高いんですけど、うん、まあここまであのイメージはっきりさせるさせられるといかないって話ですけど、さっきのあでもただこれ1個思ったのはちょっと薄すぎるんですよね、紙が、紙質が。あ、これ90か。僕多分そこで見ますね、結構ありますね、それは、ね、そこまでこだわらないんだなって思っちゃいますね。あ、で大体チラシの厚さって110キロなんですけど、あの厚さ90キロ、110キロ、135キロぐらいあるんですけど、で110が標準なんですけど、で90やったら90で薄かったら薄いで、それに合わせたデザインっていうのもあるはずなんですけど、別にそれはこれそういうわけじゃないので、そこはもったいねえな、せっかく薄いの紙使ったらそれに合わせたデザインすげえいいのになとは思いますよ、ね、なるほど。ああ、やばい、偉そう。いやいや、いいですいいです、へえって感じやし、なるほどな。これ割と群を抜いて、これでもさ、さっきのさ多分テイストは多分これと一緒やと思う。ああ、そう、芝居のテイストとしては、うん、何が違うんやろうっていう。フォントじゃないですか。フォントが違うね。これちょっと気になるよね、うん、これ。この写真が一枚ベテーっていう、うん、なんかこう輪郭でもあるとか、なんかこういう線が入ってるとかでだいぶ違うような気がする。余白がないですよね。ねえ、うん、写真自体か。あ、確かに写真もありますね。多分突き詰めていけばもう本当に山ほど違いっていうのは出てくるんでしょうけど、うんうんうん、やっぱりもうパッと見の僕たちが今まで培ってきたセンスからしてみたらもう見ないですよね。このキャラクターが何なのかわからないっていうのがあるんですよ。ああ、なるほど、ね、このなんか武士的な侍的なってことがわかりますけど、あ、そっか、ロミオとジュリエットやけど、まあこれがジュリエットの手なのロミオですね。まあ最後のシーンか。思ってるより現代風な衣装着てるって面白いです、うん、ファンタジー、まあ、もしかしたらその現代チックにやるやつだよっていうのかもしれないですけど、それやったらそれに合わせてデザインをするべきなんですけど、うんうん、なるほどね。この人大丈夫かな、ちょっとこのデザインして。めっちゃ言うねめっちゃ言うねめっちゃ違いますよ、好きやから好きやから愛してるからもう右行しこれ今回終わったらめっちゃ炎上してくれここのファンの人はちゃうねん、お前ら何言ってんねんとこれでええのにこのメガネどもとか教えないじゃない。そうですね、ほんまにラボしてくる。いやいやいや、いやでもいいですいいです、それぐらいした方が逆に宣伝になるわけじゃないですか。炎上マーケティングです、まさに。おこいつら分かってねえの、分かってないの、ディスってたみたいな、ね、そうでもそれとフォントって話だけど、それで言うと、うん、結構俺が見に行かんというか、単純に、グレードが上がるで言うと、ね、そのロゴっていうか、その公演のロゴみたいな、公演タイトルの、まあこれとかは一応筆文字で書いてたりするじゃないですか、うん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 、でそれを一個のフォントで済まそうっていうのはちょっと、あ、なるほど、うん、また一つ炎上ポイントが。そうですね。いやでもだって今みたいにこうやって取り上げてもらったらやっぱりその分映る尺も広いわけやから、うんうん、ありなのかなって気もするから、ね、ある種そういう褒めるだけじゃなくて逆に見に行こうかなって俺ちょっとなってきてるっていうのもあるから、そういうのはありかもしれない、うん、そうですね。なんか面白いですけどね、その最近流行ってるでしょ、その炎上マーケティングみたいな。炎上マーケティング、わざとやるみたいな。そうえ、わざとやってるんですか、みんな。そこもあるみたい。マジもいると思うんですけどちょっと面白い話が聞けそう。そのあたりでちょっとブレイクしましょうか。ちょっと休憩を入れます。後半はじゃあ炎上の話からスタートしましょうか。早いかな。大丈夫です。でちょっとブレイクして、今回ちょっとコーナーがないんですけど、その代わりに、どうしようかな。クイさん、すみません、はい、ちょっとこんな感じでタイミングが宣伝しません、ね、宣伝感激三昧。ああ、いいですね。はい、あ、感激三昧、はい、僕らほんまに何も考えてなかったんで宣伝とかします。ああ、それ感激三昧とかどこら辺どこら辺なんか狙ってもらえる、はい、わ、ほんまに家っぽいですねなんかちょっと感激三昧のほんまにちょっとここはオフなんで、あ、はい、説明していただいた。ちょっと今前後関係が全然読めてなかったんですけど。いや大丈夫、前後関係ないですむしろそれで炎上しろみたいになっちゃうので
通に進めていく。ただ収録の場所に使っていただいているのがこの感激三昧の、日本橋という演劇グッズの、販売店なんですけれども、うちの方でまだインターネットの方でですね、演劇作品が、見放題というサービスをやってます。月額980円で、まあ、スマートフォンとかタブレット、あとパソコンで、まあ、演劇の作品をですね、こう自由に見ていただけるので、例えばこう遠方の方とかでもこう関西の作品を、関東でこう拝見したりとか、またそのギャップもできるので、やっぱり今演劇の、まあ、そういう地域の垣根とか、あと子育て中の、お母さんとかですね、まあ、やっぱりこう家でちょっと、気分転換に演劇みたいなっていう方とか、ね、また車椅子の方とかでですね、ちょっとこう劇場に行くのが難しいなっていう方にも、ぜひぜひおすすめをさせていただきたいサービスになってます。はい、ありがとうございます、はい、なんかこれ見た人にお得な、なんかないですか？お得な、お得な、見てください。裏技、裏技、裏技、なんかスペースキー5回押したらタダで見れる。めっちゃ簡単。かなりの無茶ぶりなんですけど、裏技はあるかもしれないですか？探してみてください。もしかしたらもしかしたらあるかもしれんし、見つけた人はまたこうツイッターとかでこうつぶやいといてもらうと、僕が火消しに回りますので。感激談話よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもお世話になってるからこういうステマ的な、ステマじゃないな、ステマじゃないよ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 。はい、じゃあ後半行きますか。全然休めましたが、休めてないですけど、はい、まあちょっと、まあ、じゃあ炎上していってみますか。炎上していくわけじゃないですけどね、炎上について語っていく。だから今回はだって炎上ニストが来てるでしょ。炎上ニスト、そうですね、ベスト炎上ニスト、ベスト炎上ニストが炎上オブザイヤー、炎上オブザイヤーの2013年、アンディで決まりか。アンディさん、そんなご経験が終わりですか？そうですね。あれは去年の今頃ですね。あ、ほんまに、あ、そっか、そうですね。だってチラシ見たもん、俺この間あれのやつですね。ショートなんとかアクトバトルのやつですね。そう、ショートアクトボーバトルのやつ。ショートアクトボーバトルのやつですね。そうそうそう、あれなんでなん？いや、まあ観客投票制なんですよ。はははは。で15分ぐらいでお芝居を作って、うんうんうん、それで観客投票によって一番面白かったところが、じゃあ、次のステージに進めますみたいなやつだったんですよ、うんうんうん、なんか気に入らなかったんですよね。結果が結果が非常に気に入らなくて、それはその時の対戦、2つで戦うの？ですね、4つか5つぐらい出てたんですけど、うん、まあそのちょっとちゃんと話した方がいい感じのやつですよね。いや、まあまあまあ、そうやったら、うん、1位を取るところが、うん、面白コントをするところだったわけですよ。ああ、演劇というよりコントやった。面白コントです。コントじゃないです、面白コントです。ほう、なるほど。そのどうみたいな、うん、面白いコントしてますよみたいな、こじゃれたコントしてますよみたいな。これね、あんまりね、言えないんすよね。調べれば出てくるんですよね。もうええと思うんだよ。いつだね。どこなん？いや、まあ、なんせスイス銀行さんやったんですよ。あ、なるほどね。はいはいはい。ちゃんとした、ちゃんとしたコントをする、ね、そうです、ちゃんとした大人のコントを調べればやったんですよ、うんうんうん、この間もやってましたね。そうです、うん、だから僕はそれを演劇という枠でやるべきじゃないと、うんうん、うーん、なるほどね。もちろんいろいろ考え方はあれども、それも確かにわかる、うん、お笑いっていう土壌で考えてしまうと、やっぱ関西にはもう吉本新喜劇とか、もう松竹新喜劇とか、もうその、まあ、芸人さんのジャンルっていうのもある、芸人さんの枠がいっぱいあって、うん、だから笑いっていうジャンルに対して僕たちがそこに立ち向かおうとすること自体がおかしいんだと、うんうん、その笑いというものだけで、純粋に笑いというものだけで評価されようとするのはおかしいと、だからお客さんも見方を変えるべきですと、うん、その笑えることだけを演劇として捉えるような見方は
変えていきましょうって、うんうんうん、そういうようなことをすごく口悪く罵りました。それは炎上するわ。それは炎上するぜ。そうですね、うん、なるほどね。それどうでした、炎上を経て。炎上を経て、はい、炎上を経て、いやでも結局は思ってることは変わってないんですけど、内容としては、まあ、ただ出し方やなっていうか、その人の言葉とか、まあ、特にツイッターとかやったりしたら、すごいコミュニティ自体が狭いじゃないですか。その本当に狭いコミュニティの中で成り立ってるものなんで、そこに対して波風を立てないようにほうほうほう、その自分の意見を投下するとか、なんかに変わっていったですね。じゃあけど、あれでめっちゃ有名になった感あんで、やっぱり、うん、俺はまさにあれの騒動で知りました。ガッカリアドタっていう、なんかちょっと切れたやつというか、うん、とんがったやつ女っていう認識で広がっていってるから、うんうんうん、もうそれは結果なんですからね。まあそうやけど、でも昔の演劇人とかで結構やっぱ喧嘩して広げていくっていう、うん、まあ、だからほんまに喧嘩してるってことになってるし、うん、してるところもあるんだけど、うんうん、まあ、プロレス的にやるところもあるし、まあ、だからそういうやり方っていうのはあるんちゃうんと、うんうん、それを今現代に作っていく方法としたら、ネット炎上とかが一番やりやすいんちゃうと思って、うん、勢いついてね、そう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 そ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそ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 なるほど。またおしゃれな炎上が再演をせなあかん。次の声のタイトルが決まってくるんで、決まってくるからね。そやね、まあ、もその時の炎上ありきでおしゃれな炎上にしたっていうのは事実ですし、まあ、ある程度乗っかれればいいかなと思ったところもないと言ったら嘘になるんですけど、うん、でもそれでドーンって広がるっていうのは、いわゆるローコスト、コストをどれに捉えるかやけど、うんうん、まあ、お金はかけてないわけやんか、うんうんうん、通信費ぐらいで。それだけの宣伝効果があるというと、このチラシよりも効果があったということではないですか。そうですね、まあそうですね。どうですか、カストリ社、なんか炎上どうですかみたいな、今どうですかみたいな、2つ入れときますからね、覚えてみませんか。そうそうそう。あ、え、じゃあ1個ほんまにちょっと、うん、なんか、うんうん、これやったらできるのかな。あ、まあカストリ社じゃないですけど、うん、あ、これね、よそのこと言うのもな。あ、でも基本さ、例えばよその劇団をディスるっていうのはあるやんか、うんうん、まあ基本やと思うけど、関西小劇場界をディスるとかね。 あとなんかブログとかで見てると、妊婦さんをいじる。あ、うん、やっぱりブログなんかはそういう方がいっぱいいらっしゃるから、うん、なんかそのそういうことをいじるとすごい炎上するっていうテクニックが書いてあるブログがあって、それごついなと思ってたけど、なんか本当にまあちょっと言ったらもう言っちゃうけど、だからそのなんだろうな、不妊治療してる人らってで、お金を払ってとかって何なのそれみたいなことを言うていくわ。その子供がどうだとか、例えば親が、子供を保育所とか養育所とかに預けて仕事に行くのって、子供の愛より金の方が必要なのかよみたいなことをつらつら書くと炎上するよみたいなブログがあった。へー、あ、テクがある。だから基本だからそれで一個意思を投じますわな。ちょっと坂本君今さ、嫌いな劇団一つ挙げてやる。こっから探すんですか。いやでも僕キンキンに声あるじゃん。ぶっちゃけ今年見に行った芝居の中で、うん、ここ一番面白くなかったです。あ、これ見たわけじゃないけども、この前の前のやつ見たんですけど、はい、で、まあ、原作も何だったかな、もう全部忘れました。何やったかな。でもまあ雰囲気は似てたはず。見た見た、チラシは覚えてんの。
うん、まあこういうイメージ、うん、そうそうそうの感じのやつ、はい、うんうん、やってらっしゃった。まあ終わりました。いや、だからそれをやね、今度だから俺らが盛り上げていかなあかん。そうです、あいつ何言ってんの、俺らみたいな空組さん好きなとこをお前何言ってくれてんねん、がっかりアバターっていう感じに、はぁほんならそこでトロクちゃんとかチュー、まあまあどっちもどっちやなみたいな感じで入ってくるわけよ。ほんま嫌な立場でこうでもやっぱいい炎上と悪い炎上がありますよね。あるね。例えばその性差別的なことを言うと、うん、もう倖田組のあの子宮は陽性されるはずで、うんうん、あんなんとかは何のメリットもない炎上ないね。一回いい炎上っていうのの例が一つあって、なんていうチョコレートだったかな、どっか北欧の国のチョコレート でその北欧の国のチョコレート、青いチョコレートなんだけどパッケージが、でこのチョコレートはもうベルギーかな、まあ、そこアメリカのスニッカーズめっちゃ流行ってんの、うん、シェアが 60% 以上スニッカーズなのに、うんうん、そのスニッカーズをなんとかしたいためにこのその地元のね会社のとこが国旗のアメリカの国旗の色の、チョコレートを出したの、うん、ほんならまあそこのベルギーかなんかの国ねやねんけど、ならなんでそんな愛国心のないことすんねんみたいな感じで盛り上がって、ほいでいや自社製のもの自国のものを買いましょうみたいな感じになって一気に有名になってスニーカーズを抜いたっていう話があって、それは確かにいい炎上というか愛国心を仰い、まあ海外の人の方が愛国心高いからなんかそういうのもありだよな。じゃあ今ので言うとさっき俺が言ったその関西小劇場界をディスるってなると、あなたという敵ができることになって、関西小劇場界を愛している人たちがまたもっと関西小劇場を見ようって、そうそうそうでしかもそういう関西小劇場界をディスるっていう演劇をやってる関西で、あちょっとメタフィクションっぽいけどほんならいけんじゃん。なるほど、次どうですか。やらせよう、やらせようとしてくるけど、いやまあでも本当にやりたくなったらやりますよそれは、うんうんうん、もう本当にそればっかりですね。あとちなみに言うとこの番組もこのある人がね、ある人が炎上したがってるんだよされたがってるんだよ全然知らない、ね、すごいですよね。もうかなんやろ噛みつきどうなってそうですね、全方に爆撃してるのに、ね、こんなんすかね、うん、思ったからすごいですね。なんかそう炎上す、まあ、ちょっと前はだいぶ炎上したかったんですけど、うん、最近ね、もうちょっとだから炎上せずに会話が成立するっていうことがあって、あの知らん人とそれが楽しくなってしまうぐらいになっててあれじゃあもう炎上はいいんですか。いや、あのね、炎上もやってみたいんですよね。いや、やっぱ経験したことがないので炎上、炎上したいな、うん、それはいい炎上でもいいんですか、悪い炎上でもいいんですか。できればいい炎上がいいんですけど、まあでもいい炎上は難しい、いい炎上は難しいですね。竹野さんの場合、まあ、あまあ、パッと、うん、ふわっとした印象ですけど、結局そのあなんだろう、相手に何かバーンと言った、うん、結局1対1のやり取りが延々続くだけで、あそこから全然こう誰も入ってこない、周りがいるってことで、そうなんですよ、そうなんですよ、うん、あれ炎上するやつって多分横から何か言いたくなるんですけど、そうそう、だからさっきのこの感じみたいな、福ちゃんがどっちもどっちやなみたいな言う感じみたいな、ここがいないと多分成立しなくて、さらにこの福ちゃんがいっぱいいないとダメだよね、うんうんうん、でその周りの人が面白がれるようなもの、うん、だ冷蔵庫に入る画像なんてあのリツイートするだけで、あまあ面白いよね、うんうん、ポップだよね、冷蔵庫はね。じゃあああいう感じの方がいい。竹野さん冷蔵庫入るんですか。そう冷蔵庫、いやだから冷蔵庫じゃなくて何やろ、自分が撮ったよその劇団のDVD とかを舐めてるとかなんかなんていうのそういうことやんな。あ違うか、まあまあまあ、別にその DVD まだ見れますよまあ見るけど、なんかこうなんなんやろこの自分の劇団が頑張って作ったもんに対してっていうのがあるじゃないですか、うんうん、なるほどね、牛丼メガ牛丼作ったみたいな、お調子の粗末にしてるみたいな感じがあるというのか。そう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 、いやでもどちらかというと僕が好きな炎上とか、うん、あいいなと思うのはやっぱ思想を感じるものがいいですよね。思想を感じるもの、なんかその考え方でぶつかるとかはやっぱりそこが基本にあった方がいいんじゃないかなっていう、うんうん、一応そこはやってるんで
ですよね。話し合いになってるんですけど。多分言葉尻が上品なんじゃないですか。汚く。汚く。相手をの人格を否定みたいなことやったらいいんですか。そこですね。あの論文の厚さが上手いのがムカつく顔文字とかをつけたりするでしょ。そうすると余計煽られるというか。顔文字重要ポイントっぽいですね。顔文字使います普段。ラブラブラブラねすごい使う。あ、笑いは使いますね。なるほどね。それをだから批判してる時にそれ使うと緩和されちゃうみたいな、そういう流れもあるんじゃないですか。逆もあるみたいで、逆もあのなんかイラつく人は笑うダブルダブルダブルって何やねんみたいな。あれは俺だから人を腹立たせる焚き火としては有効やと思います。何笑とんねんか。ダブルダブルダブル大量に入れて相手をバカにすればいい。そうですね。だから結局酒井さんのツイートって賢なこと言いながら笑ってるみたいな人もなってるんですよね今ね。そうだ、その多分バランスじゃないですかね。これが何やろ、もうちょっとこう分かりやすく、あ俺バカにされてるみたいな感じになるといいのか。なっていこうか。どうで、分かる。どういうこと。そもそもだから何やろ、だからネタとかがやばい。もっとキャッチーなネタじゃないとダメじゃないですか。誰もが反応したくなるっていう。ああなるほどね。誰もが人を殺してもいいんだよみたいなことを言うってこと。勢いとしてそれぐらいの。一個思いついたのはやっぱり単純に身の回りで起こってることなんじゃないかな、うん、か、うん、実際に自分が体験したとか、うんうん、そういうことに関しての意見やといいんじゃないかなっていうようなことを思いますけどね。どういう感じ。例えば例えばそのなんだろう、こう神はいないみたいなことをつぶやくっつって炎上は多分しないんだけど、僕がそのショートアクトバトルの時にそのスイス銀行さんをディスったような、ディスって炎上したのは、ショートアクトバトルっていうそのみんながいろんな人が集まるイベントごとというか祭りごとがあった上でのそのツイッターだから、やっぱりその対人なんじゃないかなって今思いましたけど、そんなこともないかもしれないですね。具体的ななんかそういう事例が、共通の事例を何か見つけ出せればいいんですよね。なんか俺が炎上したいんやったら、俺のフォロワーさんでバッとこう反論したくなることを口気でなく笑いながら言えばいいんですね。そう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 かもしれないですね。今の武田信さんがいろいろツイートされてることって、うわ、触れたらあかんっていうふうに結構まだ、あ、え、マジですか。あ、ここ俺ら入ったらあかんっていうふうに結構なるとき多いですよ。そっか、入りやすさも入りやすさみたいな、それなんかもうキャラとかにも関係してくるような気がしますよね。まあそうですね。じゃそれも踏まえて、演劇で活用するときって、そうするべきですね。どうしたらいいのか。そうなんか僕は批評家を、にちょっとでもやってるよね。何やったかな、近代のさ、あー名前をしてますけど、もちろん、ね、批評家、ここは批評家にもお金を払わすんだねって言って帰らはったんですよ、はい、読んでもないのに。であれが結構でもリツイートが結構すごいよね。何十リツイートされてて、みんなそうなんやっていう正論ちゃうかっていう意見もあって、でも一見パッて聞くと、この子近代出身やから、なんか近代からしたら何言ってくれてんねんみたいな感じもあるし、いろいろ面白い問題にはなってる。そうですね、すごい面白かった。それはそんな感じやった。それはそんな感じやった。適当に喋ってください。最後なんかもう投げ倒しましたけど、渡しといたらなんか言ってそうですね、そうですねみたいな、あの時はみたいな。でもまあ正論間違ってないと思ったから書きましたね。ああでも確かに、でもそこは大事じゃないですか、アンディさんも間違ってないって思ったから書いたんですよね。でもバーって言われるんですよ、でも田島さんはもしかしたらこれは反論の余地があるかもしれないっていう前提にすでに立っちゃってるから、議論しましょうっていうことになってるからね。そういうことか。間違ってないやろうと思うことをまず探したらいいってこと。そうですね、炎上しようと思ったらそれを、何それ、演劇に関してこれはまあ絶対間違ってないわみたいなことってある。いやでも我ががで言うと、なんか一つそれのポイントになったのがさっきの話やけど、
要はお客さんをディスるっていうので、うん、結構多分ポイントあると思う、うん、確かに塚公平やったかな、誰かそのあたりの人がお客をもっと教育せなあかんって怒ったのはあったのよ、かつて。分かってない、なんか、なんやろな、まあ、今でも通ずることかもしれんけど、出てきただけでキャーってなったりとか、その意図してないとこで笑いが起こって他のセリフが聞こえんくなって、うん、ちゃんと見に来た人がどうやこうやみたいなことを、うん、その日つかここでやったと思うんだけど、めっちゃ気にしてはってんか、だからそういう意味ではまあ一つありなことでもあるんだけど、でも今結局お客様からお金もらってやってるっていう部分もあるし、うん、だそこの流れとしたらなかなかここをいじるのって勇気いるよってなる。そうですね、それが一番炎上しやすい。しやすそうですね。でも竹野部さんが炎上したいでしょ。そうですね。竹野部さんお客を持ってないでしょ。ないんですよ。特にないっす。残念ながら。例えば竹野部さんが劇場にカメラマンとして入ってて、こんな汚いお客さんがおったみたいな画像とともにアップしたら、それはそれは叩かれる。おー、なるほどね。何撮ってるんやろうね。僕らも怒りますしね、それ。言われたからやったのに。そうね。あ、でもそうか。それを、ね、ちょっとやってみます。今やってみます。今ちょっとお客さん写真ありっすけどね、やってみてもいいっすけどね。やってみます、うん、実験としては多分でもバレるんじゃない、ね、俺がやったらバレそうだよね。大丈夫かな。大丈夫大丈夫大丈夫。じゃあなんかちょっと携帯で写真とか撮って、はい、いやこのここじゃダメか。ダメですよね。なんか今そういうリアルタイムで俺がやって怒られそうなことをやってみましょうか。え、今からですか。誰を怒らすんですか。誰を。いやでもそれはここじゃないですか、やっぱり。いや、むしろここの人には、あれはやらせやからって承認になってますよ。ああ、なるほどね。うんうんうん、え、言うたら演劇好きの人たちを何かしらで起こさらせるっていうと。あ、簡単ですよ、はい、このチラシ破った写真。あーあー、腹立つな。これでいく。それ別に怒らないですよ。あ、でもやめて。傷ついた。今、ほんまにここはやばいよ。俺笑えるかなって思って。無理です。ちょっとすごいね。こうやって持たれるだけで無理でした。マジっすか。意外と無理でした。これ結構、いや、自分の中でも意外な発見でした。でも、ここであかんかったらもう多分全部ダメですよね。いや、絶対ダメ、絶対ダメ。それは、そうなんですよ。これはやらせですって後で言うても、沈下しないやつ。これやったらやらせって言えるやんか。言える。で、ちょっと待って、契約をしようよ。あのね。可能性があったら、この公演はかなり広がるかもしれない。そうですね。竹山さん1000ぐらいはフォロワー持ってるから、そこで何かに引っかかったら、何かなるかもしれない。ちょっとデザイナーの電話番号とか分かる？いや、分かる。ああ、なるほど。なるほど。先に確認だけ取っといて、で、最終でそのツイートのラストの方に、ここにつながる、アーカイブにつながるのを置いとけば、一応、種明かしにはなってるから。ああ、なるほど、なるほど。ああ、そういうパフォーマンスだったんだね、はできんちゃん。はあ、いや、俺でも、この宣伝手段。でも、うん、これ、破くこれがメジャーであるっていうことがまず前提。うんうんうん。で、うんうん、それをあなたたちがディスってくれたらいいんだよ。破ったチラシがあって、こんなんするやつ信じられへん。どう思うみんなっていうツイートを2人上げてもらって、それに賛同してもらったら、はぁー、うわぁ、これやだなぁ。その前にやるのはちょっとリスキー、リスキー。え、それでこれ全部、宣伝でしたよっていうのは、それが怖いですよ。そっか、そう。それはね、逆にその時点で炎上しますよ。
だから僕らがそれを許したってなると、うん、この作品に対して我々がプライドを持ってないのかみたいな話にもなって聞かねないし、うん、何より嫌でした。うん、わあすごいな、やばいな、なんか愛の強さで負けていく悪魔みたいな。ちょっと勘弁して。すごい嘘のつき方としては、今日プライドの話するっていう話になってたから、そうやね、おもんないプライドを破く話になりましたから破きましたって言うたら、もんでもうほんまの。そういうことやったら信じるやついると思うんですよ。確実に炎上すると思いますよ。なんか、うん、スーッていうのはそれは別にいいよ。シャッツ2つに割ってるやつはスーッて。ただのゲーやないか。そうか、これこれはチラシは、チラシは無理です。チラシは無理なのか。もう俺正直さっきここら辺ちょっとね、うん、いやいや言うただけで俺結構いらんこと言うと思ってた。なるほどね。こいや言ってないけど、こんなんでもめちゃめちゃ頑張ってみんな作ってるんで、うん、こんなんでもいたら、うん、いやいやいや、そんなのないっす。それはそうやと思いますよ。これはアンディが破く。あー、それは逆はどう、逆パターン。これでもチラシとしてはあんまり成立してないからね。いやでも、いやでもだからそれを何枚も破いたいんじゃない。あーめっちゃこれ多分めっちゃ食うと思う。いいよいいよ、食い続けるみたいな俺が。これでも山本さんが怒るかもしれない。ちょっと待ってください。大丈夫大丈夫。存じない大人に、存じない大人に怒られることが一番嫌。存じない大人に怒られることが一番嫌。次デッドイン狙ってこいよみたいなことでしょ。絶対嫌ですよ。どんなもんじゃろかえて見に来るよ、やっぱり食ってたら食ってたらで、フライヤー食ってる人の写真って、うん、こいつがやってる劇団見に行こうってなりますか。いやでもやっぱりしおりやから、なんか食ってるとかよりなんかこう挟ん、なんかお尻に挟むとか。なんかケツ出すってことですか今から僕。ケツを出して、私今トイレの途中だって分かるようにしおりを挟んで。ここまで出しました。変なテンションになってきた。別ここまで出したからあとは後日みたいなもんですか。難しいね。ごめん、そこまでやると難しいのか。無理が、無理か。あ、そうか、そういうこと。ごめんなさい、すんません。そう、もうちょっといろいろ三段食ってて、最初のチラシの流れからずっとこうやってきて、二人でなんかこうやって炎上させられへんかなっていう試みやったのよ、今回の収録って実は。そう、もうバラすけど時間ないから、お前からこれを30分ぐらいまでにやっといて、ほいでその後ツイートも用意してたんですよ、実は。実はリストがあって、竹信さんのツイートのところにここに入っていって、それを見ながらどんなツイートできるっていうのをやろうと思ってて。そうそう、ほいでこれで実際に炎上して、最後に種明かしをここで持ってきて、でこれの宣伝もつなげれるかなっていうのを思ってたんだけど、いやしんどい、若い、もう演劇愛の前にやる。いや、無理だと思いますよ、多分泉さんは。やっぱそうかな。自分のフライヤーをこう、うん、こう持たれるっていうことの恐怖ったらなかったですよ、本当に。あ、そうなんだ。今一瞬、もう本当に持たれてみて初めて気づくぐらいの恐怖でした。申し訳ない。なるほどね。いやいや全然申し訳ない、こっちがほんま申し訳ない。ほんまですよね。はめられたって。はめられたって。はめられも失敗してるし、ね。そうか、そうやな、難しいな。いやなかなか炎上って、いやこれは30分1時間でもできるようなもんじゃないと思う。なるほどね。どうやったらよかったやろな。え、もう反省会。まあまあ尺的には反省会に入ってるタイムなんですよ、実は。いやでも多分どうやっても無理じゃないですか、踏ん切りつけるかどうかだけやから。いや、 そこだけだと思います。だからもう全員から嫌われていい覚悟だったら何でもいいんでしょうけど。ああ、なるほど。うん、うん、それを30分で、30分1時間で作るのは無理。でも絶対に売れたいやみたいな、めっちゃポットでの若手連れてきて、ちょっと一緒にユーストやらへんって言って誘ってきて、やったらどうだ。あ、やっぱチョコレもやっぱやめといてくれよ。なんか俺どんどんあかんわ。ただの人体実験みたいになってきた。演劇
なんかわかんないけど、その炎上することがどうではなくて、なんかそういうマーケティング方法か、このチラシから発生したりとかっていうのがないのかなって探っていって、でどっちかというと結構その心身冷えのというか、なんかこう書いてもええし、なんか出てこいんかなみたいなとこはあったんですけどね、ちょっと扱いにくいんでしょうかね、やっぱり予想できへんからどっち持っていくとかには向いてないってことなんですかね、もうちょっと制御できるものの方がおそらく単純にやっぱそのダメージを受ける可能性があるリスクマネジメントの問題なんかなっていう気がする。悪い炎上になったら終わりやん、それがあるのかなって気がするな。だから今も多分これをもし仮に竹信さんに破かれることを僕が許可するとしたら、竹信さんにこれを破くというその自分の中でちゃんと一本筋の通ったものがあった上でなら、まあ仕方ないというのはあったんですけど、スイス銀行やったら破ける。なるほどね。結構好評やったらしいですよね。かなり。でしょうね。どかどか受けてたみたいだと思います。難しいね。難しいですね。うん、あ、来た。こういう携帯で一番キャッチなのは、放送事故っていうのは一番面白がるじゃないですか。なるほど。だから破こうとして僕らが大喧嘩になるっていうのは、そっちか。いいですね。それしようよ。それや。あと今から立花君ちょうど来たし、大量一番武闘派が来たから今来てちょうど止めれるみたいな。そう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 、体力勝負今から。え、今からこれを破るというテンションに誰かが持っていくってことですか。そんなんじゃあもうそれはやめましょうよ。しんどいしんどいなんでなぁ。お前そのさ、振り行く前に止めるやつそうなんや。え、なんでジャックナイフじゃなかったのかよ。喋り方がない。僕破ったらいいんですか。いや、こ、待って、ほんまにやりそうやね。流れも分からへんし、で、彼はそういう勝ち気あるから。Dボーイズ破ったらいいんですか。Dボーイズやらない。大丈夫大丈夫。あ、大丈夫。大丈夫、はい、落ち着け。落ち着け、ここで、うん、それちょっとなんか、今度忘れたぐらいの回にやりましょうか。みんなもう忘れたぐらいに。そうそうそう、ね、17回目ぐらいに急にそういう話になって放送事故やってみたいですね。放送事故はいいですね、うん、でも確かに面白いですよね。これが一本丸々全て脚本があったっていうのは面白いですよね。面白いですけどね、しんどいね、うん、しんどいでしょうね。そうしんどいでしょうね。台本が絶対やりたくない。覚えなあかん。そうです。あ、まあまあある程度の流れだけみたいな。そうね、そういうことはできるかもしれないです、うん、次、それでやるわ。わかりました。そうか、なんかためになったような、ならなかったような。あー、くそ、悔しいな、でも、そう、なんか糸口っぽいものは掴めた気はしますよ、なんかそういう遊び方して、ね、あー、うん、どうなんやろうな。いわゆるこういう、まあ、今まで存在してる宣伝の仕方じゃないことを遊びながらやっても実はできんじゃねみたいな、うんうんうん、テンションの上がり方したような気がしますね。あー、でもそうかもしれないですね、確かに、うん、なんか新しい、だから広報手段みたいなところに、なんかそのいけるかもみたいなのちょっと、ね、匂いはした、うん、もうこれもたときいけるんじゃ俺って思ったなんか最近そのパターン意味がおかしいねでもふちゃんのパターンでやるんだったらもしかしたらそれは、政策として成立してたかもしれないよね。で、なんやったらそういうお芝居が中にもあったらもう完結するからちょうどいいよ、うん、っていうのはありやってことだよね。あ、なるほどね。そんなのまた今後やってくださいますか。やります。でもそれはでも作品のあの、うん、作品の内容と込みでその宣伝やったら、うん、なかなか渋いですよね。面白いよね、それ、うん、そうか。あ、なんか疲れた。立花くんおらんかったから頑張ったけど疲れた。そうですね、俺がいつも頑張ってるってことそれはいいけど。じゃあちょっと散々宣伝したけど宣伝します？まだまだしたい？なんかどうしよう。じゃあでも全然内容知らんから。そうですね、内容の話だけ、ね、はい、
これ答え合わせどっちに言ったい？ 2、3分、1分、2分、30秒とか3分までの芝居を僕とアンディさんが書いて、特命劇団とガッカリアバターが一緒にいっぱいやるというお芝居です。え、それ、え、そうなんだ。まあ、ジャークみたいなことって分かってんだけど、実際はどういう感じなんですか？今みたいな、こうやって喋りましたよみたいなんで一本が終わるみたいな。そうですね、まあタイトルが出て作品をやって、曲が鳴って終わり、タイトルが出て作品をやって曲が鳴って終わりっていうのの連続です、基本は。その中に、一本話をリレー形式で台本書いて筋を通したものがちょこちょこ混じっていく状態。それだと物語の始まるまでで終わっちゃったりしないんですか？そうですね、それはなんかそういう視聴者向けにじゃないけどしといた方がいいかな。短い作品を作るっていうことの僕らのこのなんか意識の仕方にもかかってくると思うんですけど、僕はそのスケッチをやりたいなと思ったので、もう演劇盛り上がるまでで終わるというよりかは盛り上がるまでのところまでをスケッチする、あるいはそれ以降でもいいので、そこを切り取ってスケッチするっていうことがは芸術じゃないかと思ったので、そういうことをやると思いました。でもアンディは多分ちょっと違う考えかなとは思うんですけど、アンディ君はちょっと違うのその感じ。まあなんかどうせやるんだから、その1分、その30秒から3分でしかできないことはっていう、多分始まりは一緒だったんですけど、そこになんかその役者に対する身体の負荷とか、なんかその言葉数の多さとか、3分しか持たないっていうようなことはテーマにして作りましたね、うちは。ああ、なるほどね。そうね、5ページとか10ページの長ゼリとか与えられたらやっぱ15分とかかかるけど、それを3分でやれみたいに言われたら、うわどうしようってなった感じで言うから、その感じが面白いとかそういうことかな。ですね、うん、なるほど、ね、で、え、何なんだ自分がかけられたくない。あ、そういうこと、役者としてね。でもそれは見たいね、やっぱりなんかいじめられてるのみんな楽しいのか。いやー、まあ、それそんな、そういう感じでお互い考えた感じで作っていってるってことですね。そうです、まあ、もうほぼ出来上がっていってるんですか？それぞれここで出来上がってます、うん、これをまた構成していく段階です。今お互い見た？僕は見ました。まだ見れてないんですけど、脚本だけ送りやってて、うんうん、どうだい、面白そう。面白そうですね、これ多分面白くなりますね。多分ね、これがすごくいいのが、うん、僕だけでもアンディさんだけでもあんまり面白くなかったかもしれないなと思ったんです。ここ2つを同時にやることによって、うん、急にすごい面白くなるなってちょっと思いました。うーん、それはちょっと言葉では言いにくいけどって感じ。絶対に芝居見に行ったら演出家って言うじゃないですか、うんうんうん、演出家のそのセンスとかその意思のもと全てが立ち上がっていくじゃないですか、うんうんうん、そこが確実に2本あるっていう、その作品が1回終わってしまうので、その3分、30秒から3分の間で、うん、それが完全に交互で見せられるっていう体験とかは、うん、なかなか新鮮なんじゃないかなっていうか、うんうんうん、本当に僕がお客さんとして見に来たら結構これどういう感情を持つんかなとかっていうところまで読めないところまで面白いですね、今の。なるほどね、ちょっとでもハイカルチャー向けな感じもしますね、うん、一部ね、なんかちょっとある程度リテラシーがあるというか、なんかいろいろお芝居見てて、そういう作品もありますし、うん、そうじゃない、もう一発ギャグみたいな、あ、そんなもんあるんで、普通にわーっと見ていて、うん、あ、面白いな、もうアホがっていうか、アホみたいに笑える、うんうん、じゃあどっちでもいける、どっちでもいける、うん、なるほどね、全てが詰まってくる、うん、結構これはおすすめでございます。はい、おー、すごいね、そんなに自信がある感じ。裏面にタイトルバーって書いてるんですけど、ほぼ使ってないです。ほぼ使ってない、僕もほぼ使ってないです。そうなんだ、ね、じゃあちゃうかこれ。いや、タイトルは載せたいっていう意向は僕が伝えて、はいはいはい、チラシが出来上がるまでにっていうことで一生懸命2人でいっぱい考えたんですけど、うん、やっぱ一生懸命急いで考えたやつは全部使ってない。使わなかったですね。なんでなんそれ。
いや、単純にそれより面白いこと出てきたからじゃないですか。ああ、なるほどね。ゆっくり考えたら。多分、多分。多分。わかりました。そんな、え、いつどこでやってるんですか。ね、はい、11月の7、8、9と、アベノハルカス内のステージ、スペース9というスペースでやっております。9階にあります。はい。もう予約は始まってる。予約は始まっております。ぜひ、どう来てなんか低音やな、せんてなんか、なんやろ、まあ、俺みたいなってあるな、わーって行きたくなる、なんかある、なんか絶対見に来た方がいいですよ。おこれは絶対見に来た方がいいと思います。え、なんで それぐらいの出来栄えある、ね、出来栄えは分かんないですけど、うんうん、出来栄えは分かんないまだちょっと、あれがあるので、あれこれから構成があるので、でも見た方がいい。だってこんなんやってるとこないっすよ、うん、あこれはコラボ、今後の劇団コラボっていうものに対して、うんうん、なんかもう一石投じてますね、完全に投じましたよ、うん、投じました、うん、投じましたぐらいのレベルってこと、なるほどね。そう、あと一個だけ伝えておくと、その、うん、劇団コラボっていう形でやるのが嫌だったんで、うん、カストリ社っていう架空の劇団を立ち上げたんですけど、どうやら分かりにくいらしい。さっきチラシの話してる時に言おうと思ったのはそれやって、匿名とかカラバタがやってることが全く表からは伝わってこない。そうなんですよ、うんうんうん、あえて伝えないようにしたんですけど、うん、そしたらチケットがまああるあるいっぱいありますぜひ見にいらしてくださいお願いします。学科レバターと匿名劇団のコラボ公演ですメールしたことそれ大事それ大事です。お願いしますちゃんと言ったらそうやね、それ大事やと思う。チラシの打ち合わせ段階から分かんないようにしたいばっかりみたいな分かんないようにしたらどうかねと思ってちょっとイラッとしてたもん、さっきもこいつなるほどね。まあ、そんな感じですかね。あ、じゃあちょっとやっぱ面白そうですね。そうですね、うん、面白そうとか、なんか新しいものを見れそうっていう感じですね、うんうんうん、だってね、もうすでに匿名劇団がフラッシュフィクションをやった時点で一個発明やっていうのは思ってましたけど、うんうん、そこからもう一個重ねてくるっていうのはね、さすがやな、若い世代すごいなみたいな思いますよね、うんうん、いいですか、はいはい、これぐらい宣伝しとけばいいですか。はい、OK です。制作じゃあ、なんか宣伝あります？他、ジロさんとか、なんか、あー、インディペンデントの話ですね。あー、なるほど。もうなんやかんやありますけど、なんかあります、はい、なんやかんやありますね。川口仁君のネタを書いて、一応だから、二人君が演出をするという感じ、はい、有本遥さんが、そうですね、おお、なんや、まあ、いや、なんでもないです、なんでもないです炎上や、はいもう、ほんま大変だった、ほんまに、ほんまに、まあ、いろいろ、それはまた後ほどはいはい、見てんじゃんか、ね、あ、本当ですか。じゃあ、まあまあ、その一人芝居やりますよ、ぐらいの感じですかね。他はあります？なんか、あと東京で、はい、今週の土日かな、ペイチカトライブさんっていう、うん、あのバンタンクラステージの細川さんが、先生やってる、なんだ、そういう演劇の学校みたいなのがあるんですけど、うん、それの本も書かせてもらったので、検索して、あの東京行くの人はぜひお願いします。はい、こんな感じです。そんなもんですかね。あの12月2日に3030というのがインディペンデントのファーストでやってるんですけど、30分のお芝居を匿名劇団とブレザー少女というところが12月の2日にやります。リーディングハイというタイトルでやるんです。これもちょっとリーディング公演というものに完全に一石を投じてるので、ぜひ見てほしいです。へえ、あ、朗読？朗読劇です。おお、面白そうやね。すごいね、なんか枠組みから作るの好きやね。そうね、そうですね、うん、一石投じたがりやねめっちゃ意思持ってんな。なんか竹野さんがあります。あ、来週の木曜日に、あ、はいはい、あのいつも言ってる映画 の、はい、あの昔の録画、吹き替えの録画をみんなで見ようじゃないかというイベントをやっておりまして、はい、あのトライブっていう千日前の、はい、ライブハウスで、はい、今週は30日なんですけど、はい、あのゴーストバスターズみんなで見ようじゃないかと、いいですね、あの吹き替えは野田秀樹さんなので、へぇビル回れよ、ビル回れよ、へぇびっくりしますよ、始まったら誰が喋っても分かんないですよ
もうすごいので、ぜひあのすごい、はい、貴重なみんなで一緒にみんなで見ましょう。見ながら食べながら飲みながら、はい、よろしければどうぞ。はい。アンディ君は？まだちょっと発表できるのなくて。あ、わかりました。11月と1月になんかやってますので、またなんか見てください。はい。僕も、水星マジックさん、11月11日に、もう大変、大変、みんななんか出てる、ちょっと年上の人らが言うけど、大変、テンパってんねやろ、いやー、大変やな、テンパってるって言ってたよ、勝山君が、泉君が大変やって、みんな大変って言うけど、大変でした、でも頑張りましたんで、はい、1年半ぶりぐらいやから、役者も、ああ、そう、そのまま良ければ、ぜひお願いします、はい、火曜日の劇場ですね、はい、そんなもんですかね、はい、じゃあ、来月のことを決めましょうか。何します？え、何がいいですかね。11月ですか。だけど11月ですね。なんか季節の何かってあります？何やろうな。芸術ちゃう。アート、アート、アートな。なんかその頃にあるイベントとか。そう、一人芝居です。ああ、やめます。それやめます。僕はやりましたね。トライヤー。あ、そうですね。うん、あ、そうです。あ、これ合間に次の日一緒。違うか。次の日。本番やけど来ると思う。ね、はははは。来れんの？後ろ来れるんじゃん。その無理レポートとかやる？みんなの緊張具合をレポートしてきたとかさ。一人しか。いやいや、興味ない。そういうさ、オフ声で言うのやめて。マジのやつみたいな。連続性。まあちょっとなんか季節に関わることしますか？ショートアクトバトルとかはもう。後ろ頃じゃないですか。やっぱ結果出てるんじゃないですかね。結果出るぐらいか。タイミング的には何やろうな、何もないかもしれん。あんまりないですね。1年を振り返るには早いですか。ああ。それだって12月にやらんとダメでしょ。12月はだってなクリスマスとかしよう。クリスマスって何クリスマス。プレゼント交換会する？ああ、いいや。ああ、いいや。今年の。今年のね、あの第4水曜日ね、うん、クリスマスイブなんですよ。あ、いいですか。集まろうぜ、イブ。あの、集まろうぜと。いいですね。じゃそれに向けて、向けてやる感じで。突然の日の関係ない。はい。じゃあ何かやります。スス、いつも通り。空いてるやろ。そう、まあまあそんなにないんでね。はい、そんな感じで、じゃあ。そうですね、もういいですか、言い残すことないですか。ですか。ああ、でも、そういえば、11月、なんか前から言ってた、高間響を呼ぶっていうのを言って、やりたくはありますねって。分かりました。はい、割と政治的な匂いのするやつですね。演劇と公共性とかやりましょうか。硬いテーマですけど。そうですね。か、また、なんか、BL の時みたいなテンション高いやつをやってもいいかもしれない。そうですね。うん、なんか、また考えます。はい、やります。はい、なんでよろしくお願いします。山下さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。では、エンドロール。